はい、今回ご紹介させていただくのは弊社オリジナル国産キワヤのマフガニー単板のソプラノモデルですね。 KPS-1M をご紹介させていただきます。非常に人気な日本製の、キワヤのですねウクレレなんですが、こちらソプラノウクレレになってますね。まあ、マフガニーの単板を用いておりますので、合板とは違ったですね豊かな、サウンドが非常に魅力なモデルとなってますね。キワヤのウクレレはですね、このマフガニー以外にハワイアンコアモデルがあるんですけれども、ハワイアンコアの方が、まあ、音の抜け感だったりとか、まあ、外観的にも結構好きな方が多いかなと思いますけど、こっちがマフガニーの単板モデルなので、ハワイアンコアのモデルよりかは値段的にはちょっとお手頃な感じにはなってます。キワヤのロゴがここに入っておりまして、5等製のですねギアペグを採用しておりますね。ネックもマフガニー材となっておりまして、シバントブリッジローズウッドになっておりますね。以前ですね KPS-5M のシリーズをですねご紹介いたしましたが、 KPS-5M の方はホンジュラスマフガニーなんですけれども、こちらの KPS-1M に関してはアフリカンマフガニーの単板となっておりますね。まあ、5M とかだと、まあ、木目的には結構渋い茶色っぽい感じですけど、こちらは結構こう明るい感じの、マフガニーの目になっておりますね。はい、国産キワヤの中でもこちらのモデルが一番手頃なモデルという立ち位置にはなるんですけれども、まあ、正直、まあ、私的には、まあ、ソプラノサイズはキワヤはダントツでいいなと思っていまして、ソプラノモデルは本当によく響くかなとは思いますので、まあ、中でもこのモデルは、まあ、単板のソプラノでお手頃なのを探している方には、まあ、ちょっとこれはめちゃくちゃおすすめなモデルになってますね。はい、まあ、比較しちゃうとやっぱハワイアンコアの方がいいなって思う方も多いかもしれないですけど、正直全然これで十分というか、ものすごくよく響いてくれるモデルだと思いますね。まあ、マフガニーなのでこうちょっとこうぬくもりのあるニュアンスではあるんですけど、もう本当にこう音量感とか本当申し分なくて、本当にこういつまでも弾いていられるようなそんなモデルになってますね。はい、一応こちらがですね、ハワイアンコアモデルの KPS-1K-HG というモデルなんですが、ちょっと音の比較をしますね。コアモデルの方がこうちょっと艶のあるというか、ちょっとこうカラッとした感じのやっぱニュアンスがあって、まあ本当ウクレレらしい感じが弾いてて感じますね。まあ、わずかな違いではありますけれども、まあ、やっぱプラスアルファでパキンとした感じのニュアンスが出るのはやっぱハワイアンコアの方かなとは思いますが、いやこっちのマフガニーのモデルもですね非常に優秀で、ちょっと単板で考えてる人にはもう全員にお勧めしたいぐらいの素晴らしいポテンシャルを持ったソプラノモデルかなと思いますね。単板っていう言葉自体を耳にしたことある人結構多いと思いますけど、やっぱこう国産の単板だとやっぱどこかこう哀愁のありながらも本当に豊かに響いてくれる感じってのをもう本当に感じることができると思いますので、まあ、単板の入り口じゃないですけども、例えばフェイマスとかお使いいただいている方がこうステップアップでちょっと単板のソプラノとか欲しいなって思う方には、ハワイアンコアの方が、まあ、外観的にも分かりやすいですけど、こういうシックな感じの木目だったりとか、結構ぬくもりのある感じのニュアンスが結構好きな方には非常にお勧めしているソプラノモデルですので、まあ、このコンサートモデルの KPC-1M とかも非常におすすめなんですけど、まあ、個人的にはキワヤのソプラノは結構ダントツで素晴らしいかなとは思っていますのでマフガニー単板のソプラノモデルですね KPS-1M、 ぜひぜひご検討いただければと思います。